今回は、千年女優。監督は、今里氏。2002年の作品です。引退して久し往年の大女優、藤原千代子が、30年来、受け付けなかった取材の依頼を受諾。彼女が語る、波乱万丈の女優人生と、一番大切なものを開ける鍵、の物語です。声の出演は、庄司美代子、小山真美、織笠文子、飯塚正三、山寺宏一、塚山正種ほか、現実と幻想が交錯する、コンワールドの真骨頂。平沢進の音楽も素晴らしい、ジャパニメーションの傑作の一つです。